のレッツ深呼吸。大丈夫、大丈夫みたいですね。はい、火曜日のね、6時が過ぎました、はい。皆さんいかがですかね。今日もね、ビアガーデン右サイドからお送りしてますけど、はい、なんか台風10号がね、なんか接近中ってことで、ね、ギリギリまでね、B サイドからお届けできるかどうか、だったんですけど、なんとかできそうなんで、うん、まだ停滞中なんですよね。停滞ですね。来るのか来ないのか、このままの感じだったら、うん、まだね、B サイドも明日、明後日と営業できるかもしれないので、はい、これはもう台風中央次第だから。そうですね、来るのか来ないのかはっきりしてほしいですよね。これまあ、台風だからね、やっぱりさすがに、ちょっと普天間基地のヘリもね、はい、もうバタバタとやってますけど、なんか今日、スモッグっていうかね、あ、はい、なんでですか、なんか、なんかちょっと霧がかってる感じですよね、なんか、これなんだろう、例の PM2.5 ってやつかな、これですか、あ、いや、もうすごいですね、なんか。いつもと全然違うね、うん、薄いなんか霧がかった感じなんだけど、うん、まあね、本当に台風が9号、10号、11号、はい、なんか北海道もね、すごい被害があったりとかね、うん、もう雨台風なのかな、うん、だってもう北海道ってめったに台風来ないですよね、うん、だからああいう被害もね、大きいのか知らんけど、そうですね、うん、この台風10号が、うん、今回台風って沖縄の南から来るじゃん、はいはいはい、フィリピンあたりで発生して、うん、で北上してきますって、うん、勢力を強めながらって感じだけど、うんうんうん、今回の上から来てるんだよ、ね、10号ですよね、そう、はい、なんか変な動きですよね、うん、こんな台風って俺記憶ないな、うん、自分も初めて見ましたね、迷走台風で、はい、下からね、先島近辺行って台湾あたり行ってまた戻ってくるとか、こういうなんかブーメランみたいな、そういう台風があったけど、うんうんうん、上から来るっていうのは全然記憶ない、ね、ちょっと来るのが怖い気もしますけどね、うん、この停滞中の間にね、大きくなってね、うん、しかもね、勢力を強めながら近づいてるっていう感じっていうか、この停滞っていうのはもう長くいるってことは影響が大きいからね。ですよね。農家の皆さんとか大変だとね、思うんだけど、特に大東島、はい、なんかね、接近しているってことで、はあ、非常に心配なんですけど ね台風対策も ねちょっと早めにやってた方がいいかもしれないですね。そうそう、台風対策で、うん、いくらこう停滞してるからといっても一気に来たらね、また被害も大きくなるんで、うん、そうですね、うんうん、またいつもの風と違うんで、風向きっていうの、はいはいはい、下から来るときは、うん、台風って時計の逆回りじゃん、うんうんうん、ね、逆回り、うん、はいはいはい、うん、だから近づいてくるときは東からの風が強いわけ、はあ、そっか、うん、上から来るってことは、うん、同じ時計の逆回りだから、はあ、うん、そっか、そういうのもあるね、西から風強いじゃん今、はい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 、でしょ、ああ、そっか、うん、そういうのもあるんですね、お天気兄さんだからでも、はいはい、OK です、西からこの風が来るってことは、はい、通常は、うん、台風が過ぎた後の吹き返しの風だわけ、あーはー、はいはいはい、通常のですよね、通常の台風はね、うんうんうん、今西から風が吹いてて向かってるっていうのはなんかものすごい違和感があるんだよね、はあ、そこまで想像してもなかった、すごい力さん、お天気兄さんだね、そうそうそう、すごい、ものすごい違和感が感じて、うん、なんか不気味な存在のね、うん、台風10号なんだけど、ぜひね、皆さん本当だ気をつけてください、はい、でね、もうこの時間、またね、混んできてると思うんで、うん、最近ね、まあ、観光客も、先月だったかな、はい、すごくインバウンドも多くて、うんうんうん、多くのまあ、外国人の、ね、方も来てるってことですけど、うん、最近外国人が乗ってますっていうあれよく見るでしょ、ん、なんですか、車の後ろに、はい、初心者マークみたいなこの磁石で貼ってるじゃん、はいはいはい、子供が乗ってますみたいな感じのステッカーで、はい、うん、外国人が運転してますっていうのを、いや見たことないです、相当走ってるよ今、マジですか、うん、へで、しかも事故が多いから、うんうんうん、今
ちょっと問題になりつつあるんだけど、うん、だこの辺もね本当にこの時間帯、うん、落ち着いてね、うんうんうん、運転してほしいなと思いますね、うん、この番組のこのレッツ深呼吸の深呼吸をね、はい、ぜひ、信号待ちの間に一呼吸、そうですね、わずか数秒でね、深呼吸できるんで、うん、深呼吸して落ち着いて ね本当に運転していただきたいなと思います、うん、気分も変わるんで、ね、うん、でね、そこでちょっと一件インフォメーションがありまして、はい、この、ビアガーデン B サイドの姉妹店でありますモンタナ、はい、ね、バーモンタナの方で、まあ、定期的にやってます赤橋プラス金ちゃんによるフォークライブということで、うんうん、今週の土曜日8月27日の土曜日ね、はい、オープンが8時、スタートが8時半でライブチャージは1000円で、飲食は別代、うんうん、別料金となってます。で内容は懐かしのフォークソング満載ということで、うん、いいですね、うん、赤橋さんはね定期的にモンタナさんでライブやってますけど、中学校の先生なんで体育の先生しながらすごいですね。でフォークもライブやってるってことで、で先週はね潤之介さんの、はいはいはい、お笑いライブがありましたけど、うんうんうん、今週末の27日土曜日は、うん、ね、このフォークライブってことで、うん、ぜひお楽しみにねしていただきたいなと思いますね。いいですね、うん、この、フォークライブの、お問い合わせ先が、モンタナの方になりまして、うん、バーモンタナ、098-892-0876 098-892-0876 まで、お問い合わせください、うん、週末なんで予約した方がいいですね、うん、このね台風10号の、接近が本当に影響があるのが、うん、今週末の金土日あたりじゃないかって言われてるんで、あ、今週末か、うん、まあ、これは、まあ、屋内だからねモンタナの方は、うんうん、大丈夫だと思うんだけど、はい、ちょっとね気をつけてほしいな、うん、まあ、週末の、ね、イベントとか、そうですね、あるところはちょっとね厳しいかもしれないけど、うんうん、ね、台風にはぜひ気をつけてください。はい、ということで、今日のね、ゲストは、はい、なんとうちのね、番組 のスポンサーさんでもあります、はい、エステティックサロン R3 の、はい、ね、西原オーナーに、ね、なんかイケメンが来たなと思ったらオーナーさんなんですねそうです、はい、ということで、はい、本当に究極の美の話とかね、はい、うん、緊張するな、本格的なね本物のちょっと、はい、美のね、うん、話をちょっと聞いてみたいなと。いいですね、もうかなりリスナーさんもね、はい、うちの番組割とそういった美容関係とかね、うん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 、美意識の高い方のゲストがね、はい、非常に多いんですけど、なのにね、うん、チーカーは美意識が全くないっていうねすいません、なんか女子力上げてよこれだけ来てんだから、ね、今頑張ってるんですけどね上がらないんですよ ね、 ね、はい、ぜひ今日ね1時間たっぷり聞いてみたいと思います。はい、FM ギロワン、レッツ深呼吸、この番組は、オーシャンビューネルカフェココ、ビアガーデン B サイド、ファッションホテル、かくれんぼクラブ、ジミーエステティックサロン R3 の提供でお送りします。
ちょっとボリューム上げないで、こんなの。ジミーの CM、おつげんちゃん、変わってるでしょ。いや、なんて、おつげんちゃん、おつげんちゃん、おつげんちゃん、おかしいよ、おつげんちゃん、おつげんちゃん。レストランの CM。 近め？はい、どうも、はい、西田さん、はじめまして。この番組はじめましてね、それ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ね、まあリスナーさんはね、まあ、先月新都市にオープンしたばっかりなんで、うちの番組の CM で、聞いたことあるぐらいな感じかもしれないですけど、あと、フリーペーパーでね、若干BO さんで取材受けたりとかして、チラチラってはもう乗り始めてますけど、はいはい、オープンが7月の21日でした。7月21日ね、はいはい、だからまだ1ヶ月、ちょうどね1ヶ月3日目ぐらいですね。ねえ、まだ1ヶ月なんだ。そうです。あれからどんなですか、1ヶ月経ってみて。いや、少しずつと言いますかね、はい、徐々に皆さん名前を覚えていただいてね、来てもらってますね。僕もね、西原さんとまた、ね、お友達で、はい、いろいろまあ、今回のね、スポンサー CM の件もそうですけど、はい、いろいろお世話になってて、いやいや、そんなことないです。で、このエステ業界っていうのを、僕もね、全然初めてなもんだから、今はね、何ホットペッパービューティーっていうこのアプリがあって、はいはいはい、ありますね。それを見て、うん、まあ、割引クーポンとかね、うん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 、取ったり、はい、でそれで予約したりとかしてるらしくて、うん、でね、なんか最近は県外からの観光客の方が、うん、このホットペッパービューティーのアプリで、はい、まあ、今回もね、台風でこういう沖縄の場合はね、うんうん、天候悪かったりとかしちゃったりするけど、うん、まあ、旦那さんは例えばゴルフ行って、で奥さんはまあ、ショッピングとかいろいろやりながら、うん、でやっぱり美容とかね、うんうん、興味のある方はそれで予約して入って、だから観光客の方が最近、へー、そうなんですね、チラチラ来てるってことだ。そうですね、六本木からの店なんで、はいはいはい、情報的に掴んでるんでしょうね。あ、それもあって、うん、それもあると思います、うんうん、でやはりリゾート地ですからね、うん、女性はやっぱりこの紫外線はきついでしょうね。そうですね、沖縄のこの ね、 ね、紫外線は確かに。お父さんと子供たちは海に行って、うん、お母さんは私ちょっとエステにみたいな感じですね。あ、でも力さんとね、はい、
こうやってエステの話をすると思わなかったんじゃないですか。まあそうですね、美についてね、はい、でもなんか最近ちょっと色ツヤいいなって感じてたんですけど、気のせいですか。そうでしょ、私もあのエステ業界初めてなんですけど、はい、あのやはりいろいろ勉強させていただいて、うんうんうん、で最近メンズなんですよね、やっぱりターゲットは。うちの店もやっぱりメンズ、もちろんレディースが主なんですけど、はい、ブライダルエステで結構メンズいらっしゃるんですよ。うん、あ、ブライダルエステで男の方が来るんです。そうなんです。そうです。へー、あるんだ。下手したらネイルまでやってきますから。マジですか。意味が分からん。あのチカも一回あのね、サロン覗いてみたらいいよ。あ、行こうと思ってるんで。すごいね、はい、よろしくお願いします。はい、ますます綺麗になりますよ。あ、いいですか。もう、リキさんいいですか。すいません。いや、ね、うちの六本木の店は、はい、ミッドタウンから歩いて5分圏内なんですよ。六本木、あの、はい、六本木タウンね。ですので結構芸能人の方とかいらっしゃるんですね。はー、で男性が来ます。あ、芸能人の方でも男性、芸能人の男性が半分ぐらい占めてます。へー、もちろん一般はレディースが多いんですけど、はい、結構芸能人とか、あと、まあ、一流商社の投資グループの若手社員とかは、はい、うんうん、見た目が第一だって言うけど、うん、まさに来ますよ。まあ、東京はね、モデルさんとかね、はい、まあ、あの俳優さんとかも多いから、うんうんうん、やっぱ男性が多いっていうのはね、納得いくような感じ。そっか、男性が多い。今日ね、エステの話をこう男2人で語ってるのどうかと思いますけど、はい、いやでも、うん、面白いと思いますよ。面白いでしょ、うん、いや、すごく専門的にもう今勉強されてて、はい、だから今日あの聞いてるあのリスナーさんも、うんうん、ものすごい参考になる話が今日聞けると思うんだけど、今日初めて聞く方もいる感じですね。なんかツイキャス入ってて、うん、リゾートな感じでいいですね。埼玉県からツイキャスで見てますって言って、あ、ありがとうございます。大塚健二さん、男性の方です。あ、じゃあ埼玉県の方でしたら、ね、ぜひ六本木の R3 へ。沖縄にいらっしゃる時には新都心の R3 へ。はい、あとゆいぽんさん、ハイタイって入ってますね。ハイタイ、今日はね、美容のこととかいろいろね、聞きたいことはツイキャスでね、うん、あ、ですね。あと、うん、コメントくれれば、まあメールとかでしたら、797の、アットマーク fmgino1.com で、メールでの、はい、質問も受けてます。お願いします。で、はい、チーカーなんか聞きたいことある？聞きたいこと、うん、女子力あまりないんだけど、ね、女子力がないからエステっていうことにかなんか緊張するんですよ。リックさんからこの、うん、まあ、R3 のことを聞いて行きたいなと思ってて、うん、はいはい、なんですけどなんか緊張するんですよね。緊張ですか。なんか緊張するんですよ。でも父がね、よくあの、うん、ね、いろんな人に、あ、綺麗な人とかなんとかって言うけど、本人がね、喋ったら聞きますよ。みんな喋ったら聞くんですよ。お前喋るなって言われるんで。あれじゃないですか、あんまりこう心配じゃないとかそういうことじゃないですか。いや、あの二の腕のブツブツとか、うん、ちょっとあるんですよ。はい、これが気になってたり、うん、こういうのってやっぱり、うん、あのお客様とかで来る方います？結構ね、美意識高いって言いますけど、うんうん、僕たちから言わせれば親身になって話聞きたい。あ、うん、本当に例えば、ね、はいはいはい、お技のこととか、はい、まあ、まだ送信って言いますけどね、はい、セルライトをなんとかしたいとか、うんうんうん、私は親身になって話聞くので、うん、やっぱ女性が美しくなると元気になりますよ。そうですね、絶対そうです、うんうん、確かに。だから沖縄を元気にするんだったら、うん、女性をきれいにした方が早い。あ、いいこと言いますね。それぐらい僕言いたいです、本当に。あ、いいこと言うね、これ。だって、ね、飲み屋とかでもそうじゃない、はい、うんうんうん、レディースデーとか、うん、女性を割引したりとか、うん、女性集めると、うん、それに、ね、群がってくる男性客もいるから、うんうんうん、結局入るんだよ ね、 そ、 うですね、そのお店ってね、うん、そうです。沖縄はね、私も含めて、うん、男がダヤーっていうの分かる？ダヤダヤフシャーとか言う？ダヤフシャー、どこの方言これ？どういう意味ですか？ちょっと怠け者って意味かな。そうそう、男がだれてる。あ、女が強くて働くっていう印象あるじゃないですか。はい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 。だから女性を元気にしたいってありますよね。あ、いいですね。そこで、はい、もちろん僕は現場に入らなくて、はい、オーナー業なんですけど、うんうん、うちの家内が現場でね、あの店長をしながら、店長を含めて、はい、スタッフ頑張ってるんですけど。すごい、奥様が。そうですね。へえ、はい、いいですね。で、まあ、あの夫婦でねスタートしたんですけどね、うんうんうん、もちろん僕は現場に入らないんですけど、女性 の美意識って美のなんていうんですかね、美に対する思い、はい、これは男性には分かんないですね。
綺麗になりたい、綺麗でいたいっていう気持ちは男性から見てこれすごいポテンシャル、パワーだと思う。そうですね、やっぱりいつまでも綺麗でいたいっていうのはありますよ、うん、ありますよね、うん、そうですね。だから介護施設のお話も聞いたりするんですけどね、はい、いくつになっても化粧品は手放さないですよ。その辺は男性に絶対ないですね。ないですね。あ、介護施設でも、うん、男性はお金があったらお酒に費やすとか、あ、はいはい、飲む打つなんとかいろいろ言うじゃないですか、うん、女性は美にかけますでしょ、うん、その辺はやっぱりすごい重いとかありますよ、うん、意識が綺麗になると絶対いい、うんうん、と思いますね、うん、そうですね、うん、確かに今メニューの中でもう一番これ売りに出してるものっていうのは、うん、ね、なんですか、うんうん、うちにある美顔で美顔究極の美肌コースっていうのがあるんですよ。究極の美肌コース、これは何回コースとかそういうのがあるんですよ。まあ、その都度その都度で OK なんです。おっていうのも、はい、うちの場合はあれですね、まあ、結構最近あるんですけど、はい、エステって最近どんどんレベルが上がってきてるんですね、はいはいはい。まあ、癒し系に近いのか、うん、美容クリニック系に近いのかに分かれてきます。あ、そうですね、なんか雑誌とか見てても、うん、分かりますね、うん、その分かれてる感じは、はい、ありますよね、はい、癒し系はそれ全然いいんですよ、うん、ハンド、まあ、手主義でね、はいはいはい、ハンドで癒されたい、手を当ててもらいたいっていう、それは癒しにつながるんですよ、とっても、はいはい、うん、ですけどもっとね肌のことを追求するんであればっていうところで、はい、マシンが入ってくるんですよ。そのマシンは僕ら男性でだいぶ研究したんですけど、はい、あ、ちょっと今ねエレクトロポレーションって言うんですけどね、はい、このマシンの名前ですか。マシンでエレクトロポレーション、はい、エレクトロって電気的にポレーション導入していくっていうことなんですよ、はいはいはい、要は、まあ、チカさんでもお化粧するじゃないですか、はいはい、すると角質層に塗ってるわけよね、はい、まあ、女性の方がもっと詳しいと思うんだけど、はいはいはい、角質層に塗る お化粧じゃなくて、うん、角質層の下に真皮層ってあるわけ。はい、真の皮って書くんだけど、うんうん、その下に皮下組織ってあるんですよ、はいはいはい、そこまでは化粧品はもちろん塗れないし届かない、うん、そこまで届けるのは美容クリニックの仕事なんですよね。で、はいはい、美肌点滴とか、うん、メスを入れたり注射針を使ったりして、うん、そこに届けようとするんですよ、うん、まあ、韓国でエステがブームなのはそのあたりなんですけどね。その日本だったら美容クリニックがすごい高いと、はい、で抵抗感もあると、うん、病院に行くっていう意識なんですけど、はいはい、ですから韓国はおそらく気軽に手軽にやっちゃうんですよ。そうですね、ですよね、うん、で韓国ボンも行くんですね、うん、整形とまだ行かないんですけど、うんうんうん、じゃあエスティックサロンっていうのは針も使わなければ注射針ももちろん使えない、点滴も使えない、うん、でも電気の力で皮膚をグッと開けちゃうんです。一回電気の力ピピピっていう感じでね、でグッと細胞が開いたところに美容液をポレーション導入していくっていう。これは毛穴を開くってことですか。そうそうそう、うん、表から見ると毛穴なんですけど、はいはいはい、細胞自体開いてます。はあ、これ電気で。そうですそうです。うん、もちろん周波数の低いやつでいくんですけど、うん、それで美容液、まあ、ビタミン C 誘導体とか、はい、グロスファクターっていうんですけど、はい、プラセンタで聞くでしょ、はいはいはい、再生医療から始まったやつでね、うんうんうん、要は組織を、お肌を再生させますよっていうところまで、はい、再生する美容液を入れ込むんですよ。はです、ね、入れ込む。これ注射とはまだじゃあ違うんですってことか、うん、注射はよく聞きますけどね。聞きますよね、はい、自分の友達もこのプラセンタ注射はやってるんですよ、うんうん、あ、そうでしょ、はい、うん、すごい女性の間でそれは当たり前のっていうかね、はいはいはい、今ね、うん、だんだん再生医療って国も力入れてて、はい、要は治療費がかからないようにするじゃないですか、はいはい、だから再生医療にものすごく力入れてるんですね。でそれをエステティックでもどんどん採用してきてます。で、やはり注射であったり点滴であったりするといろんな問題が起きてくるんですね、はい、もちろんエステティック業界では薬事法の問題でそれはできないんですよ。注射打ったり針を打ったり。あ、そうなんですね。できないんですよ。ただ人間って汗かくでしょ、はい、でだから、こう毛穴が開いたり閉まったりするじゃないですか、うんうんうん、この開いた時に電気でぐーっと開けとくわけ一瞬、はい、その時に美容液をスーッと入れてって自然に今度は毛穴が閉まってくるんですよ。人間の肌のね、はい、こういうなんていうんですかね、サイクル、サイクル、そうそうそう、はい、それをうまく利用している。はあ、うん、じゃあ肌に負担っていうのはもう本当にないんですね。やっぱ電気とか機械とか聞いたら負担ありそうだなって感じるけど、そういうわけではないんですね。そうそう、全くないですね。それが究極の美肌コース。これ究極って言われてますね。この機械っていうのはもう R3 さんのみで今
そうですね。沖縄では1件なんですね。1件です。うん、はい、あのウォブ東京のウォブクリニックという美容クリニックと提携してるんですね、うち。ウォブクリニック、ウォブクリニックっていうですね、はい、あの神崎めぐみとか美容界でね、はい、まあ、有名な方っていうか結構カリスマがいるんですけど、彼女がひいきにしているウォブクリニックです。へー、そこで使ってる機械をうちが今導入させていただいて、はいはい、あ、じゃあ結構信用がある、やっぱり、やっぱりそれなりに僕らも責任ありますよ。へー、ただね、やっぱり本物を伝えたいなっていうのがあります。どうしました、ゆいぽんさんですね。綺麗でいたいというよりは、女は綺麗でないと許されないんだよ、辛いって話ですね。綺麗でないと許されない。いやね、あの、その気持ちが嬉しいですね。綺麗、うん、でいたいっていう。あ、じゃあ綺麗でいるじゃなくて、うん、まあ、そういう気持ちですよね。そうですよね。こうエステとかに通うことで、うん、なんだろう、内側から、うん、なんだろう、自信が湧いてくるっていうんですかね。うん、なんだろう、こう話を聞いてもらって親身に。うん、ね、さっきあの西原さんが言ってたみたいに親身にこう話を聞いてもらって、またやってもらって、うん、でこれってなんか、ね、自信にもなってくるじゃないですか、自分が綺麗になれるんだみたいな、うん、だそういう内側から出てくるものもあるんで、なんて言うんだろう、ね、綺麗、うちの、ね、あの準レギュラーの吉川由美さんとかさ、はいはいはい、あの本当にその人を引き出すようなミューキャップアーティストじゃない、うんうんうん、ね、そういった美のこの出し方とか自分らしく輝けるその、ね、フェイス、あのメイクを、ね、やる菊川さんがいたり、うん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 、でまたあの顔ヨガの、ね、うん、森あゆみさんがいたりとかね、もういろんなこのエステのプロフェッショナルがうちの番組結構揃ってるから、ね、なんかイベントできそうだね。そうですね。ですね。でもさっきの言葉はやっぱり沖縄のね、元気をつけたいならこの女性がを綺麗にするべきと、うん、これはいいですね、うん、あ、そうですか、はい、ありがとうございます。そのために男性もね頑張って、うんうん、そういうことですよね。だからすごいな、リッキーね、お天気おじさん、はい、お兄さん、おじさんですね、お天気おじさんです。さっき語ってましたね。はい、来てもらったんですよ。あ、もうやったんですよ。そうそうそう、ちなみに何をやったんです？送信っていうんですか。送信、送信、まあ、ゼロボディって言って、はい、まあ、脂肪分をね、はい、まあ、温めて分解して、うん、まあ、リンパから流していくっていうところなんですけども、いわゆる痩せる身と書いて送信ですから、はいはいはい、あ、それをね、そっかそっか、やってもらいたい。で超音波でバーってやって、はい、これキャピテーションっていうんだけど、はい、それでやそれだけやるんじゃなくて、はい、そう、脂肪を溶かしてね、バーって、あの自然に体から出していくっていう、うん、尿とかからさ、うん、そういう感じ。それとプラス、あの代謝を上げるために、うん、あの EMS っていうその機械で、うんうん、このよくあのね、通販とかでこうピクンピクンピクンって動くのがあるじゃん、腹筋の浮かる、うんうん、あれをちょっと多めにね、強めにやって、で仕上げるんだけど、はい、それをちょっと今やってますね。あ、これは何回コースとかあるんですか？これはもう人によりきりですかね。あの、うん、そうそう、個人差がやっぱあるでしょ。うん、やっぱそうですよね。僕みたいに100キロぐらいある人もいれば、あ、あるんだ。うん。ちょっと、まあ、あるんだ。でね、スリムな 人でもまだまだっていう人もいるし、いろいろその人のその体型とか体質にもよるんじゃないかなと思うね。これ受けてみてどうでした？なんか要はリンパの流れを良くした感じですか？そうですね、リンパって体の老廃物を流すじゃないですか、はいはいはい、それを肝臓に持ってきますよね、うん、老廃物の中に脂肪が溶け出さないといけないんですよ、うん、脂肪を溶かして一緒にリンパに流すという。はあ、うん、なんか感覚ありました？すごい、なんか、まあ、あのまだコースの最中だから、うんうん、これからまたさらにね結果出てくると思うけど、うん、徐々にやっぱり出てきてる、まあ、もちろんね、まあ、皆さん勘違いするのはそれやってるからもう大丈夫だろうとかじゃなくて、うんうんうん、プラス日頃の食事であったりとか、うんうん、あのそういった面も気をつけながらね、あのそれ施術やった後は、うん、あのアルコールを飲まないとかね、うんうん、そういったのもあの兼ね合わせて、うん、あの効果っていうのは出るっていうのは、まあ、ライズアップのもすごいらしいじゃない、うんうん、あのこれやっちゃいけないこれやっちゃいけないとかってもうすごい厳しい縛りがあって、うんうんうん、あの結果っていうのが出るから、うん、まあ、これ何でも同じようなもんだと思うけど、うん、
そんな感じで、まあ、最初はちょっと甘やかしながら酒飲んだらダメよって言いながら、うん、その晩に飲んでるとかねしてたから俺、はい、ちょっとうん、これはちょっと正して、うん、ちゃんとねやらないと結果出ないなっていうのは。お酒は飲食は控えた方がいいんですね。あ、飲食じゃない、お酒飲むのは控えた方がいいんですね、うん、そうですね、うん、僕らも今リッキーには本気で関わってますから。あ、頼みますよ。2ヶ月で、ね、シュッとさせますからね。え、2ヶ月で2ヶ月でマジ。え、今どれぐらいですか、通ってまだ1回目3回ぐらいかな。3回目、うん、はい、で楽しみですね。から来ていただいてっていうだけじゃなくてね、うん、はい、やっぱり今おっしゃったようにやった後はやっぱり脂肪を分解して肝臓に流してるでしょ、うんうん、はい、肝臓で油を脂肪を分解にかかってるわけですよ。はあ、すごい。その後にお酒飲んだら許さんよって話ですよ。大丈夫です、パッとします。俺、はい、普通に飲んじゃってたからね、はい、なんか来てね、まだ。あ、小瀬さんですね、ありがとうございます。久しぶりですね。興味津々って入ってて、イベントやってくださいって入ってますね。あでも部分的にもやってくれるのって入ってるんですけど、ね、あ、もちろんですよ、うんうん、はい、まあ、腹部と桃とかね、うんうんうん、あとは二の腕ですね。もうこれはもう相談して、なんだろう、この人に会ったのはこういうのがいいよっていうのもちゃんとアドバイスをくれるっていうことですよね、うん、もちろんそうですね、うんうんうん、だから結構ご本人が気にされてるところよりも他から当たった方がいいよってアプローチしてるよっていうところも結構出てきます、はい、あ、じゃあやっぱり相談は必要ですね、うん、カウンセリングってことは、うん、そうそうそう、絶対必要です、ね、もう本当その人その人によった、うんうん、やっぱりこのね、うん、肌の強い弱いもあるし、うん、いろんな人のこのね、うんうん、タイプがあるから、うん、それはちゃんとね問診しながら、うんうん、やってるからすごい項目がいっぱいあるんだけど、うんうん、最初だけねやっぱカルテ作るから、あ、 そんな感じでやってるんで、ぜひ小杉さんもね本当に美意識高い方なんで、うん、フェイスブックのね、R3 でも検索できますし、うん、ホットペッパービューティーでもメニュー全部見れますんで、うん、ぜひ確認して、完全予約制になってますからね、うん、これ小杉さん来ると思いますよ。お腹周りと太ももどうにかしたいと思ってるんでこれ多分来ると思いますよ。待ちてます、はい、来ちゃいなよ小杉さん。来ちゃいなよ来ちゃいなよ。ねえ、はい、本当に今ねこれ、僕がね実際まあ経営の方はねやっぱり西原さんがね、うん、もうプロで、はい、オーナーがやってるんですけど、僕は運営の方でねちょっとお手伝いもしながらなんで、うんうんうん、じゃあまずは六本木の本店を見たいなってことで、うん、たまたま東京に出張があったから、はい、行ったわけよ、はい、で、ミッドタウンここだからこの近くでこの方面って言ってたなって言ったら、うん、その Google ではこの赤いねマークが、はいはいはい、ついてるところに俺立ってんだけど、うん、もう何にも看板も見えないし、うん、同じようなところぐるぐる3回ぐらい回って、うん、でもうとうとう西原さんに電話して、うん、西原さんこのGoogle の赤ポッチのところにいるんだけど全然の看板も見当たらないしどこにあんのって言ったら、うん、何が見えますって言ったらこんなこんなで茶色いマンションの前にいるけどってそこですよって言うからさでそこの何番何号室って押して、うんうん、でその、ま、高級マンションのね、はい、中にあったわけ。なんか看板とかは出てない。全くない。だからプライベートサロンだから、うん、すごい。もうびっくりで中開けたら、うん、もうだーってもうすぐ窓から六本木ヒルズが見えるしね、うん、やばいですね。もう最高のロケーションのいい場所で眺めいいですよね。でもそこもすごかったけど、うん、まあそこに本当に負けずとも劣らないこの新都心店がね、うんうんうん、オープンしたからそっかすごい。はこの R3 のこの R が なぜ3つかっていうのは、うん、リシャルさんの方からR3 ね R3、はい、3つの3ですけど、うんうん、リセット、リセット、リッチ、リッチ、リラックス、リラックス、おーほーほーほー、その R3 3つを提供していきたいってことですね。いいですね。もうまさにそれ、うん、そのコンセプトがもう、うんうんうん、サロンの中にバーってもう出てるね。そうですね、出していきたいですね。だからちょっと店内もなんか写真か何かで見たんですけど、うん、やっぱりね高級感あってとても綺麗な店内ですよね。ありがとうございます。だからちょっと非日常的に癒してほしいなってところもありますよね。
ただね、ね、ほら脂肪取ったと帰れじゃなくてね、はい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 、まあ、ゆったり座って、うん、でカウンセリングもお部屋でやってと、うんうんうん、でもう部屋にも全部ドレッサーから全部揃えてますから、はでシャワー入りたければシャワーも入って帰ってくださいっていうことです。マジですか、うんうん、ありますよ。すごいなんか高級感があって、まさにその R3 のコンセプトをそのまんまで、で VIP ルームなんか本当に落ち着いてね、うん、入れるような感じで、うん、で最近ねちょっとやっぱり目についたのが、うん、抽象画の絵、よく気づきましたね。すっごいセンスがあるなと思って、あれどうしたんですか、誰が。あれね、最近こうブランドの、ブランドをモチーフにした絵画ってあるんですよね、はい、例えば、ラルフ・ローレンがマリリン・モンローを描いたりとかね、はいはいはい、でうちの場合はあれはアルマーニですよ。アルマーニ、アルマーニのもモチーフにした絵画になってるんです。はめちゃくちゃセンスあるなと、うん、いや僕もビトンもありますよ、ビトンとかも。僕もちょっとね、絵に興味があるから、うん、本当、うん、本当、いや、あ、そうですね、絵買ったりしてすぐ気づいたんです、入ってね、うん、あ、そっか、まあ、なかなかセンスですねみたいに言ってます。2つともね、見てみたい。VIP ルームにあるのと、もう1つのとこあるのも、うん、2つもめちゃくちゃ僕の なんか気になるっていうかさ、うん、あげないよ、好みのタイプ、うん、あげないよ、いやいや注意してみてもらって多分なくなってますよ。いや本当にね、はい、素敵だなと思って、うん、合ってるわけさ、この店にまた、うん、だから難しいですよ、絵を飾るっていうのね、うん、難しいけど、あれすごいなと、個人の趣味を出しちゃいかんし、うん、内装に合わせなくちゃいけないし、うん、うちの店長、はい、家内がね、はい、もう苦心して苦心して選んだんですけどね。あれ奥さんのチョイス、うん、そうです、そうです。うわすごいセンスだ。僕なわけないですよねあ、うちの家内が選びました。 いいですね。六本木の店と相談してやったんですけど、うん、六本木にもすごいいいの買って、六本木にもね、いい絵が、うん、飾られてて、あれもおしゃれだったけど、ものすごい金額するらしいけどね。さりげなくバッて置いてあるわけよ。そうですね、この床に立てかけてある感じですよね。そうそうそう、思わず蹴っ飛ばしそうになったんですけど、じゃあさりげなく持っていける感じですか。さりげなく持っていけないし、本当に注意した方がいい。わ、本当にね、うん、一度ね足運んでもらえれば、リピーターになる確率は相当高いと思う、ね、そうで今ちょっと聞いてるだけでも、もう本当に興味はもうね湧いてるんで、でまたね、うん、結果じゃない、うん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 、そうね、本当にそれだけいい結果が出ると、うん、もうリピートしていくしね、また行きたいとかっていう、うんうんうん、そうですよね、そういうのをもうね、完成度が高いっていうかさ、でもやっぱりいいところを探してる人は多いと思いますよ、うんうん、やっぱこういうエステとか、うん、まあ、体に関することってやっぱ本当はあっちこっち行きたくないと思うんですよ。だから決まったところに、やっぱちゃんと自分を分かっているところに行きたいと思うんですね、うん、安心できるからね、うんうんうん、だからとってもたくさん、もっとたくさん宣伝した方がいいと思います。何でもそうだけど、うん、世の中もう二極化してきてるから、うんうんうん、ね、やっぱり中間層じゃなくて、うん、もうはっきりもうなんちゅうの、ワックス脱毛とかさ、うん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 、もうガムテープでペラッと貼るぐらいのこのもうバスゲームそれでいいやってぐらいのレベルから、うん、極端に言えばね、うん、でやっぱり本当にいいエステを受けたいという、うん、その人たちとこの本当に二極化していくから、うん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 、だから そこが沖縄にやっぱり少なかった、うん、もうホテルちょっと高級ホテル行けばね、うんうんうん、あったりするけど、うん、その一般ね労働に店にはないような、うん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 、それをこう持ってきたっていうのが、うんうん、これからのね、まあ、いろんなインバウンドも含めて需要はやっぱりあるだろうっていう、わざわざ海外にまで行って、うんうん、そういうエステを受けるっていう人も、あ、そういう方もいますもんね、いますね結構ね、やっぱりそれは、うん、沖縄にないからそこに求めていっちゃうんだけど、あ、そっか、それが大チャンスですね、うん、それがもうできたんだから、うんね、うん、それはだから、うんうん、いや、まあそうは言っても我々もね、まだオープンして1ヶ月なんでね、いろいろ試行錯誤の勉強中ではあるんですよね。ですので、もう本当に多くの方が来ていただいて、いろんな声を聞かせてほしいなって本当思います。そうですね、やっぱりスタッフもね、もちろん研修も勉強もいろいろ積んできたんですけど、やはり実際にこうお客様を触っていかないとね、あ、まあそうですよね、確かに、でそのスキルも上がっていかないんで、
で、まあ、その実験台としてリッキーに来てもらってるんですけど、あった2ヶ月でよろしくですよ本当に、まあ、もうすごいな本当にね。僕はあのコーディネーター役として、うん、やっぱり自分がね、あの体感して、うんうんうん、体験して、うん、でアドバイスもしながらっていう形で、うん、もう本当にスキルをお互いで、ね、上げていくっていうような感じなんだけど、もう本当にいいあのものができたんじゃないかなと思ってますね。まあ本当まだこれからですけど、またいろいろね、でも脱毛とかもあるんですよ、はい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 、脱毛本当たくさんあると思うんですけど、うん、そうですね、結構あちこち見ますよね、脱毛ますよね、はい、うん、脱毛も本当にピンからキリであるんですけどね、うん、本当にあのなんていうんですかね、これはもうどこのエステがどうというんじゃなくて、うん、人体的に、うん、毛周期、毛の生え変わる周期っていうのがあるのはご存知だと思うんですよね、はいはいはい、うん、例えば今見えてる毛を脱毛しましたよと、うん、また生えてくるんですよ、はい、で生えてくるのは違う毛根から生えてくるんですね。はあ、そうなんだ。そうそう、だから見えてる期間と見えていない期間っていうのが毛はあるんですよね、うん、見えてるものを脱毛したとまた生えてくるんじゃ当たり前なんですよ。はあ、見えてない毛がまた生えてくるんで、うんうんうん、これを毛周期を 5,6 回やってくると、うん、生えてこなきにくくなるんです本当に。永久にとは言いませんけど、はあ、だから脱毛っていうのはやっぱり 5,6 回通って、うん、本当にお手入れがほとんどいらなくなるぐらいになりますよ、うん、という意識っていうものでエステを見てほしいなって思いますね、うんうん、よく永久脱毛とかあるじゃないですか。これはねやっぱりクリニックレベルでしょうね、うんうん、一応あれっていうのは永久的に本当に生えないんですかね。よくいやいや生えるよっていうのも聞いたことあるんですよ。あ、そうですね、毛根、今お話したように毛根が一回消えたと、例えば、うん、あのメスで切って毛根を切り落としたとしますよね、はい、うんうん、そうするとまた次の毛根あるわけですよ。あ、5回ぐらい、そっか、見えないところに。そうそうそう、はいはいはい、5回ぐらいじゃあメスでね、うん、切らなきゃいけないのか、そんなことできないじゃないですか。よくチーク、あのなんかなんとかスコープっていうあれでバッて皮膚を、うん、頭皮をこうやって拡大して映してるのとよくテレビで見るじゃん、はい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 、ヘッドスパなんかあれ一、うん、つの毛根から2本3本って生えてるじゃん、うん、だから、うん、それは1本見えるものが抜いたとしても、うん、また2本目のやつとかまだ生きてたらそういうことか、そうです、生えてくるし、でこの毛が生えてくる毛根の中にまた毛根があるんですよ、2つか3つぐらい。はあ、毛穴の中に3つぐらいあるというそういう感覚ね、大雑把に言うと、うんうん、手強いですね。手強いですよ、うん、だから1回2回で諦めないでほしい、うん、あ、だから結構回数があるんですね、うんうん、エステで抜けないよっていうのはそれはちょっと違うかなっていうところです、うんうんうん、ああそっか、うん、だからなんかね、R3 では美肌脱毛っていう形で、うんうん、本当に美肌保ちながら、うん、美肌綺麗に脱毛していくっていう。はあ、そうですね、まあ、電磁波で毛を焼いていきますけど、はい、うん、その電磁波っていうのは、うん、なんていうんですかね、黒いものにしか反応しないっていうことなんですよね。で毛にしか反応しないんですよね。はあ、でリッキーさんが来た時に、うん、もう日焼けしてたんでビーチパーティーかなんかで、うん、これはもう火傷になるんですよ、うん、だからやらない。だからうち設定してますよちょっと一回やってみてもよかったと思いますよ大丈夫、まだスカイルは来た、大丈夫な、大丈夫ですね。小瀬さん、時代は変わるよって入ってます。そうですね、進化してきますよ、何でもね。もう全然ね、昔とやっぱ違ってきてるんじゃないの。うん、脱毛の方法もそうだし、ね、求めるものも違ってきてると思うし、うん、まあ、いろんな良さがあると思うんですけどね。で、いろいろ増えてきてますからね、本当に。エステ、脱毛。だってさ、最近その小学生から脱毛してるらしいよ、はい、マジですか。ちょっと負けていられないじゃないですか。チーカ知らなかったの。全く知らないです、意味がわからないです、悔しいです。チーカ情報不足だよ。リキの方が詳しいね。リキさんの方が詳しいんだよ。小学生中学生って当たり前らしい。そうなんですよ、うん、へえ、いや中学生はねまだわかるけど、小学生から最近ね親子で見えます。あ、親子で、やっぱり子供さんがね、腕の毛とか足の毛を気にされる年頃になってくると、うんうん、親は知ってるんですよ、うん、あこの子将来いじめられるなじゃないけど、うん、苦労するなって、うん、それ今のうちに4年生からねって入ってます。そうでしょう、いらっしゃるんですよ結構、うん、うちの近くも高校があるんですけど、うん、結構見えますよ。あ、そうなんです、子供一緒にいいですかって来ますけど、
子供の頃にだからちゃんとやっておくと、うん、もちろんあまり幼いとダメなんですけどね、うんうんうん、子供の時にちゃんと処理をしておくと、うん、大きくなってから違いますよね。全然違いますよね。やっぱりね、髪剃りで剃ったりとか、うんうん、脇とかね、ふくらはぎとかやるじゃないですか、全部肌を痛める前にね。そうなんですよ、うん、美肌って今話してもらったのはそこなんですよね。毛にだけアプローチしていくっていうところがあるんです。そっかそっかそっか、うん、髪剃りとかでやったら肌にももうやばいですよ、うん、摩擦じゃないけど、うん、なんかね、そうそう、はあ、そういうことか、角質を削っていくみたいなんですか、ね、うんうん、あ、そう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 、非常にいいですよ。ですから、はあ、バチバチバチってやりますけど、うんうんうん、痛みはないですか、どうですか。ほとんどないですね、はあ、いいですね。なんか痛い印象があるからありますよね、毛根にズンズンとくるイメージあるけど、うん、ほとんどないと思います。はあ、まあ、追加です。今回のは初見です。パナップさん、はつみ、髪剃りは痒くなるって入ってますね。そうなんですね。もういろいろ初めての方聞いてくれてる方が多いですね。ありがたいです。あ、よかったね。実際ね、本当にもう髪剃りっていうのはもう、うん、かなり傷つけてるみたいだからね、うん、肌をね、うん、そうね。だから一生、まあ一生って言ったらね、長いこれからの人生の中で美を保ちたいって思うんだったら、うん、一瞬、うん、だいたい5ヶ月から半年、うん、男性のヒゲだったら1年ちょっとぐらい、うん、毛周期を考えて、うん、毛の密度を考えて、うん、自分に投資した方がいいと私は思います。はあ、うん、そしたら手入れがほとんどいらなくなるもん、うん、肌を痛めずに済むでしょ、うん、僕この業界に来て初めて分かりました。はあ、なるほどな、必要なんだなって、うんうんうん、最近ね、男性でも興味ある人いるみたいだからね、うん、友達も言ってました、ヒゲって脱毛できるのかなとかって言ってたんで、うん、これ僕もやってるんですけど。そうなんです。そうです、あの、へー、僕はデザインでヒゲ残ってるでしょ、はいはいはい、鼻下と顎下ね、うん、頬がないじゃないですか、うん、首もないでしょ、うん、あ、こう部分的にできるんだ。できるんですよ、残すところは残してみたいな。そう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 、やばい、なんだろう、なんか今鳥肌立った、なんでかな。できるんだ。あ、友達に言います。できるんですよ、言ってください、言ってください。、うん、男性も、うん、頬の毛は絶対取った方がいい。そうですよ、取った方がシュッとなってかっこいいんですよ、うん、かっこいい、艶が違うでしょ、ね、うん、だってね、なかったら、うん、毎日ここカミソリ当てなくて済むのよ。はあ、そうですね、顔だから、うん、あ、やばい、なんだろう、テンション上がった、できるんだ、すごい、ま、うちのあっちは毛深いから、そうね、結構多いかもしれない、ね、沖縄の人だから、うん、俺気にならないよって言うけど、うん、これうちのあっちの間では気にならないけど、うん、これ内地に出張行った時にね、うんうん、すごいですねって言われたらショック受けて帰ってくるんですよ。あ、やっぱそうですよね。手がふさふさしてます、触っていいですかみたいにね。うん、でもこれどうしようか、西原さんって言ったら、いや、もう勇気を出して一回抜いた方がいいって、うん、そして5、6回通ってって言ってね、うんうんうん、僕親身になって言ってるんですよ、うん、もちろん営業トークなんだってね、うん、5、6回来てもらって、うん、毛がなくなったら、うん、うち商売上がったりでしょう、うんうんうん、でもそうしてほしい、うん、うん、そうか、かっこいいよって、かっこいいよって。でもそうですね、肌今ツヤ見たら、うん、あ、確かにそうだなって思いますもん。何分まで、うん、何分って言わないと、うん、全然ない、ツヤツヤしてます、はい、あ、これちょっと宣伝しますよ、本当に、はい、よろしくお願いします、うん、すごい、はい、はい、あ、できるんだよ、ここだけ残してとか。やっぱ、いや、あっという間にね、もう時間がね、すいません、なんかもう最後、曲なしでもいいから、ちゃんとね、エンディングまでなんで、うん、うわ、残りあと5分、うん、あと、ツイキャスで旦那が胸毛ありますってあるんですけど、胸毛もこれいけるんですかね。胸毛はね、残したいっていう人と、あ、胸毛も全然ヒゲより簡単に抜けます。あ、胸毛でもいます、この辺だけ残してあとは全部やってみたいな。あ、いますよ。あ、いるんだ、うん、あとギャランドゥまでやってみたいな人います。へえ、ギャランドゥって分かりますよね。分かりますよ、分かりますよ、全然分かりますよ、そうですね、大好きですよ。何ですか、はい、いやー、もうね、本当にこういうにもう話してたらあっという間でしょ、1時間ね、早い、もうちょっと緊張してどうしようかと思ったんですけど、いやいやいや、もうあと5分もないね、早いですね、今日もまた、お二人うまいですね、話を引き出すの。はい、またね、ちょっと出てもらいたいですね。あと1分だしんで、うん、ね、まだまだちょっと聞き足りないです、ね、ありがとうございます、うん、だから、ね、もうあっという間で、まあ、なんか西原さん、うん、はい、最後に、うん、告知何かあれば、あ、
もうそろそろ CM 行きみたいんで、はい、でってことで、はい、新田さん今日は、ねはい、突然の出演でしたけど、うん、もうかなりためになったんでまた、ねはい、ぜひお越しください。ありがとうございます、ね、いろいろ今日は名前聞きまして申し訳ないです。いえいえお待ちしてます。またぜひ皆さんお待ちしております。今日はどうもありがとうございました、うん、ありがとうございました。どうもありがとうございます。はいね、もうあっという間のエンディングということで、もう残り2分なんですけど、ね、早い、はい、ね、西原さん本当にR3 のこの究極のね、ビールの追求の、中身をこの1時間内ではね、話しきれなかったこともいっぱいあると思うんですけど、ね、まだまだ聞きたいこと、なんか最後に、はい、付け加えるとしたら、ありがとうございます、はい、そうですね、まあ、究極と言っていただきましたけど、うん、本気になって、ね、まあ、誠実していきたいなっていうのが僕たちの方針なんで、うん、本当に R3 リッチリセットリラックス、うんうんうん、できるような店の提供で頑張っていきたいと思います。で、東京ウォーブクリニックとの提携をしているというコスメも、はい、マシンも含めてね、うんうんうん、皆さんに全力で、提供していきたいと思います、ね、沖縄ではここだけなので、ね、そうなんですよね、うん、クリニック提携っていうのは安心だよね、うん、ね、これ一番のポイントだと思いますよ、ね、本当に、ね、ぜひこれを機にチーカーも女子力ね上げてね、はい、頑張ります。みんなね、今日スイキャス見てる人はリキさんも含め来週も再来週も見続けてください、ね、欲しいと思います、はい、変化を、はい、今日はどうもありがとうございましたありがとうございます。FM ギノワンレス深呼吸、この番組は、オーシャンビューネイルカフェコッコ、B サイド、ジミー、おしゃれホテル、かくれんぼクラブ、エステティックサロン R3 の提供でお送りしました、本当は今日、はい、僕もね、これからまだまだ、うん、ね、ちょっと R3 さんにね、うん、お世話になってきますんで、ね、2ヶ月後2ヶ月後、ね、西田さんまたお越しくださいね。はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございました。それではまた来週、はい、バイバーイ。バイバーイ。